筋肉を切らないで手術ってできるの？皆さんこんにちは、平中です。今日は筋肉を切らない手術についてお話ししたいと思います。高槻病院ではほぼ全ての症例で筋肉を切らずに人工膝関節置換術を行っています。これは全置換であっても部分置換であっても同じです。膝の前にはお皿と呼ばれる膝蓋骨があります。この膝蓋骨には多くの筋肉がついているため、これを切り離し膝蓋骨を避けて手術します。通常は膝の内側から上にかけて筋肉を切って膝の手術をするのですが、当院では筋肉を切らずに少し剥がして外に避けて手術を行っています。手術が終わった後には筋肉、そして関節の袋をすべて元通りに縫い直して修復しています。